小西きが大炎上、維新に大政翼賛会立憲民主党の小西さんが11日にツイッターにて維新に暴言を吐いてしまい批判が殺到し大炎上してしまっております簡単にご紹介いたしますと国会の委員会や本会議の運営は与党第1党と野党第1党が協議をして決めますつまり維新が野党第一党になることは国会に野党がいなくなるのと同じですななぜなら 批判も対決もしない、する能力もない維新など、与党からすれば楽勝だからです、まさに体制翼散会ですなどとなってしまっておりまして、こちら、まず維新が自民党と連立を組まない限りは野党でございますし、その維新と立憲民主党は少し前まで協力関係にございましたので、小西さんの言う体制翼散会的な政党と立憲民主党は 協力ししてていたことになってしまいますますた世論調査の結果を見る限り国民の皆様は立憲民主党のような批判ばかりの政党ではなくて是々非で議論提案する政党を求められているから維新に期待されているのではないでしょうか何の成果も生み出さない生産性のないスキャンダル追求ばかりの政党は国民に必要とされておりません小西さんには まずは立憲民主党が支持を失っているという事実を受け入れていただき、その原因が国民不在の批判ばかり、対決ばかりであると理解していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。